どこ見て歩いてるんだよ。あ、海側だと。ほら。どこ見て歩いてるんだよ。あ、海側だと。あ、海側だと。皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうじくんとリーゼントボクサーノーアイスリーゼントわけです。しんごさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんびっくりしました。ちょっとオープニングびっくりしましたか。やるかなと思いましたか。怖かった。僕がめちゃくちゃ怖かったっす。いやいやいや。あれ本職？本職ですよね。僕が。いや、僕はもう本職ですよ。何その格好もバッチリ本職でございます。やばいよ、もうなんかこうやってやってもう誰でも上等なんで、ペラペラなんで今日やっていく企画なんですけども、うん、手配よく YouTuber の人たちがやってると思うんですけど、格闘家の方たちもやってるのが多いのかなと思います。こちらです。これですか。何？目隠し。目隠しね、はい、もうやっぱ気配切りというのは目隠しです。目隠しでね、はい、こちらを実際につけて、はい、もう男と男の真剣勝負です。真剣勝負、もうガチな真剣勝負やっていこうかと思いますので、はい、ってことで絶対勝つ、僕が絶対勝ちます。皆さん楽しみに見ていてください。ってことでお願いします。はい、お願いします。ユージ芝居ちゃるけんの。じゃあ誰か、よいしょ。これからワケシンガ選手倒しちゃうよ。よろしくね、皆さん。やれるんすか。もうチャンスよ。もうチャンスよ。いいですか。この長袖長ズボンでいいんですか。いい感じです。まあまあいいから。ズルすんなよ。任せてください。見えないってめっちゃ怖いっすね。よし、準備 OK です。 OK、 よーい、さあ。やりました、やりました。今あれ、オケ選手負けてますよ。あれ、いや待って、めっちゃ悔しい。舌を吹かしてやりましたよ。どうすか、これが卓球部魂です。ちょっと待って、これが卓球部魂はちょっと いろいろ問題になりそうです。いろんな意味でな、いろんな意味で。確かに。第2ラウンド用意、はい、いやいや、何してんすか今。いや今え、何してんすか。なんで目開けてんの。お客さん、なんで目開けてんの。僕ですか、うん、今なんか全然さっきと攻撃来ないなと思って。いや、なんで目開けてんの、おかしくない。え、僕開けてないです。いやいや、なんで外してんの。はい、ね、はい、なんで外してんの。なんで外すの。え、外してないです。いや、外してたじゃん、今。え、ん、でも今、わけさんが。いや、俺はなんか怪しいなと思ってから外したんだけど、はい、やっぱり目開けて、さっき見てたんだよ。いやいや、さっき見てないです。見てたっしょ、絶対さっき。見てないです、見てないです。いや、おかしいよ。いや、ほんとほんとに。いや、真剣勝負でやってんじゃん、これ。はい。な、真剣勝負でやってんじゃん。ねえ、はい、おかしいでしょ。ねえ、ねえ、ちゃんとやろうよ。はい。な、できないよね。ズルしかできんのか、おめえは。おい。おい。
おい、これ意味ねえんちゃうんか、こら、おい。なはい。何ずるしとんの、おめえ、おい。なちゃうんか。こっち真剣勝負でやっとんじゃん。なマジでズルすんなよ。はい。いや、それは、ほんま、ちょっとし、ちょっと…いや、おかしくないですか。もういいよ、もう止めて。いや、ほんま、すいません。そのマジで、うん、ちょ、ほんと止めて、マジで払ってきた。いや、ほんま、すいません。これ、正式に、ちょっと、正式に謝ろうか。マジで、これは、言えんわ。え、やっぱ…なんなん、マジで。いや、ほんとね、腹立つな、マジで。正式に、正式に謝ろう、ちょっと、これで。正式に謝ろう、ちょっと、これで。ドッキリでした。ごめんね。いやもう全然今もう全然もう本当に大丈夫です。めっちゃ怖かった。じゃあもうやりましたね。はい、すいませんでした。すいませんでした。あの僕が提案した時からすいません。あのとりあえずあのブチ切れろっていう指示は受けました。最初なんて言ってましたっけ。これ取って何発までわけさんを叩けるかで、めちゃくちゃっすよ。そうめちゃくちゃめちゃくちゃバレるまで。そうで俺はそれを聞いてたからこれ調子乗ってると思って。2本目の30秒ぐらいで大体、まあ、あのパッと見てもらっていいですかと。あいつ調子乗って外してるんだよね。いや僕こうやってった時にあのこれドッキリ僕がやってるあれじゃないですか。そうドッキリのつもりだったよね、はい、自分は。で、ロケさんがマスクに手をかけた瞬間嘘と思ってすぐこうやってやったんですよ。すぐこうやってやって、で、もう外してる外してないかなと思ってもう一回スッてやった時に同時ぐらいこうやって外してる。うーわーと思ってどうしようと思って、で、そしたらえってなって、で、ロケさんはもう起きちゃうんですよ、うん、あ覚悟決めよう。終わったな。僕はもう、もうあのカメラもし回ってもしどっちでもわからないですけど、もう僕は覚悟決めようと思って、うん、そのまま殴られる覚悟、はい、僕はもう腹をもう据えてました。完全にすぐ七三にしようと思った。はい、もうすぐこれやめようと思って。いやいや、ありがとうございます。いやいや、本当にやられました、はい、皆さん見ました。これが YouTube の闇ですよ。YouTube やってたらもうこれは逃れられませんから。ドッキリ大成功。もう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。Twitter とインスタもやってますので、よかったらフォローしてください。では、次回の動画もお楽しみに。またね。